それじゃあ、後半の部分を始めたいと思います。後半は、エピゲノムのお話をします。で、まあ、エピゲノムっていう言葉はもうその語源は、まあ、言うまでもなく、そのエピジェネティクスというところにあるわけですね。でこれは日本語では、まあ、どうかするとその構成的な、まあ、後からなると書きますけども、こういう言葉で、まあ、訳されることもあります。でこれはその1950年代 の、 ウォディントンという、まあ、有名な発生学者の人が、まあ、言い出した、まあ、言葉というふうに言われています。で、まあ、今の言葉で言うと、まあ、DNA の配列の変化によらずに、まあ、可逆的なんだけども、まあ、かなり安定に伝わる、まあ、遺伝子機能の変化、まあ、そういったものをエピジェネティクスというふうに呼びます。である意味でその同一のゲノムをですね、まあ、いろんなふうに読み分ける仕組みと言ってもよいだろうと思います。で、まあ、ここにそのエピジェネティックランドスケープという、そうなんか有名な絵がありまして、まあ、この谷の上の方にですね、こういう玉みたいのがあります。で、まあ、最初はまあいろんなところにこう転がり落ちれる可能性を持っているわけですが、まあ、だんだんその発生が進むにつれて、こういう細いそれぞれの、まあ、谷間に入ってきて、まあ、一旦ここに入っちゃうと隣の谷間に移るには、まあ、こういう障壁が随分あるということになります。で、まあ、こういうふうな谷間の中にですね、ある方向に固まっていくようなこと、まあ、そこにこのいわゆるエピジェネティクスというのが非常に効いている。で分子の言葉で言うと、まあ、ヒストンの収縮であったりですね、 DNA のメチル化を介した、まあ、いわゆるクロマチンの状態、これがですね、大きな影響を与えているということになっています。で、まあ、非常に格調高く言うときは、まあ、こういうふうな説明をするんですけども、もう少し下世話な言い方をするとですね、まあ、ゲノムという中には、まあ、いろんな遺伝子があるわけですが、まあ、ある細胞ではですね、発現できる状態になっている遺伝子というのは、まあ、限られている、まあ、別の組織ではまた違うセットが、発現できる状態になっている、まあ、そこからトランスクリプトームが出てきて、まあ、プロテオームが出てきて、まあ、いろいろな機能を果たすわけです。なので、まあ、非常に下世話な言い方をすると、まあ、ゲノムは野球でいうと支配下登録選手なんですね。でエピゲノムは、まあ、ベンチ入りのメンバーを決めていると。でトランスクリプトームというのは、まあ、支配に出ている選手で、まあ、そのプロテオームが実際の迫力のあるプレーというふうに考えてもいいと思います。で、まあ、このベンチ入りの選手が限られているとですね、まあ、できるプレーも決まってくるわけですから、まあ、ここはいろいろ変わるんですけども、やっぱりおのずとその限度があるということになります。まあ、ただあくまでこれはそのベンチ入りのメンバーであって、まあ、そこに選手がいることは間違いがないので、まあ、うまいことやるとですね、元に戻すことができる、まあ、これはその山中野さんが書かれたとこから取ってきてるわけですけども、まあ、要は iPS 細胞っていうのは、まあ分化した細胞っていうのはこの随分手前の方の谷間に入ってきていて、まあ、簡単にはですね、隣の谷に移れないんだけれども、まあ、ああいうやり方でいわゆるリプログラミングをしてあげると、まあ、かなりそのプルリポテントなところに戻れるということですね。まあ、トーチポテント、いわゆる万能かどうか知りませんけども、まあ、プルリポテントなところまでは、まあ、戻れるでしょうということになります。で、まあ、こういう問題もあって、エピジェネティクスというのが非常に注目を集めている。でしかも細胞ごとリプログラミングしてしまうわけですから、まあ、ゲノム全体のそのエピジェネティクスということが重要になってきて、まあ、それでまあエピゲノムという言葉が最近よく使われるようになってきたと言えると思います。でこれはそのまあエピゲノムのことをまあ書いた、ね、ネイチャーのニュースでしたっけ、何でしたっけ、まあ、そこから撮ってきた絵ですけども、まあ、こういうもので、まあ、DNA のこういうところにメチル基、DNA のメチル化が起こる、そして、まあ、これがヒストンですが、そこにアセチル化だメチル化だ、まあ、いろんな修飾が起こりますということですね。それで、まあ、どこにそういう修飾が起こるか、どこにヌクレオソームがあるか、まあ、こういったことが重要になってきます。でこういった修飾状態をですね、まあ、影で操る分子として、まあ、いわゆるノンコーディング RNA というのが非常に今注目を集めてきているわけです。でまあ、メチル化とヒストン修飾、それからまあノンコーディング RNA みたいなものが注目を集めていますが、まあ、それ以外にも、まあ、ヌクレオソームがどこにある、どこにないというヌクレオソームのポジショニングの問題、あるいはそのリモデリングの問題であるとか、あるいはヒストンの修飾だけではなくて、まあ、バリアントというヒストンがありますから、まあ、その問題からもう少し大きな意味でクロマチンの構造とか、から核内の配置といったようなところもだんだんそのエピゲノムの対象みたいな感じで、まあ、語られることが多くなってきているような気がします。
でもこういったことを調べるときにやはりこの次世代シークエンシングというのが非常にパワフルなツールになるわけです。でこれは今年の2月 のネイチャーのニュースですけども、タイムフォーザエピジェノムということで、エピゲノム の時といいますか、そういったことが取り上げられています。でここではですね、インターナショナルヒューマンエピジェノムコンソーシアムというのが取り上げられていてですね、ちょっとここにちっちゃく見えますけども、サウザンリファレンスエピジェノムスということが今議論されています。でこれはそのIHEC というこのコンソーシアムのとこから取ってきたんですけども、ここに書いてありますように、このサウザントエピジェノムスということが言われています。つまり、エピゲノムの変化をですね、いろんなところで調べていくわけですけれども、結局そのリファレンスとなるものがきちんとないとですね、いろんなとこから出てきたデータを正しく解釈できないでしょうということで、そのリファレンスとなるものをですね、国際的に協力して、きちんと集めて使えるようにしましょうというのがこの主張のようです。1000という数はですね、多分あんまりサイエンティフィックに意味がなくて、慣習が5万というとかですね、嘘800とか、そういうのと同じような数字でたくさんという意味だと考えてもらったらいいんだと思いますが、こういった動きが出てきている。で、日本もこれに参加するのかしないのかというようなお話が、されているようです。でこういうものが盛んになってきた陰にはですね、当然次世代のシークエンサーというのがあるわけで、それを使ってこのエピゲノム関係のさまざまな解析の技術というものがですね、作られてきています。で、最も代表的なのが、先ほども言いましたけれども、いわゆるクロマチンイミノプレシピテーション、それをシークエンスするチップセックですね。でこういうふうな、いわゆるニュクレオソームの状態でヒストンが収縮されていると、それぞれ収縮されたヒストンに対する特異的な抗体を使って、これを免疫鎮抗していく。から、先ほどの転写因子というお話ですと、転写因子に対する抗体でこれを落としてくると。そして集めてきた DNA を以前はですね、これを増幅して、マイクロアレイにかけるチップチップということをやっていたわけですが、最近ではこれをシークエンサーにかける、イルミナにかける、ロッシュにかける、ABI にかける、これヘリコスまで書いてありますが、こういう形で解析がされているわけです。でシークエンサーを使うことの利点は何かというと、いわゆるチップの時代に比べると非常にですね、データがシャープ、それから、なかなかチップではカバーしきれなかった反復性の高いところまでインターロゲートできると、そういったところにこのチップセック の有利な点があると考えることができると思います。で今こういったデータがあちこちでどんどんと出されていて、それぞれ興味のある転写因子でありますとか、RNA ポリメレースでありますとか、ヒストンの収縮とか、こういったものの、分布の状況がですね、こういうゲノムブラウザーのトラックとしてですね、見れるような、そういう時代になってきているということになります。ですから、ヒストン絡みに関して言うと、やっぱりこのチップセックというのがですね、非常にその盤石といいますか、一番基本的なアプローチになってくるというふうに考えることができると思います。でこの他にもですね、いくつかの技術が開発されてきてますので、ちょっと簡単にお見せいたしますと、もう一つはこのデジタルなジェノミックフットプリンティングというのが行われています。でここにちょっと漫画が書いてありますけども、これは昔ですね、この DNS1 フットプリンティング、あるいはその DMS フットプリンティングといって、タンパク質が DNA のどこにくっついているかをマッピングする技術があったんですね。で多くの場合は、自分がすでに目をつけている転写因子と目をつけている DNA との相互作用を、インビトロで、調べるというのが、DNS1 のフットプリンティングでした。で、ビボでもできることはできるんですけども、どちらかというと、ローカスを決めてですね、こういったデータを出していた。でこれを完全にジェノムワイドにやっちゃおうというのがですね、このデジタルなジェノミックフットプリントです。で転写因子がくっついたりするとですね、少しそのクロマチン構造が開く、そして DNA に歪みができて、DNS1 にですね、ハイパーセンシティブになる、切れやすくなるということが、昔から知られていました。ですから単純には DNS1 をですね、核に働かせて、どこが切れたか、
で切れた断片を集めてきて、その切断点を、まあ、ディープシークエンシングで、読み出す。でその頻度をですね、ゲノムに沿ってマップしていくと、まあ、こういうハイパーセンシティブサイトみたいなものを見て取ることができるわけです。でさらにそれを徹底的にやるとですね、何かタンパクがくっついていて周りの歪み、そこがハイパーセンシティブになっているだけではなくて、もっと DNS を効かせていくと、今度は転写因子が結合しているところ、まさにこの部分は逆に切れなくて、こういうふうなフットプリントとして現れてくるわけですね。でここまでやってしまおうということなんです。でこうやってたくさんの断片が出てくるわけです。この断片の末端をどん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 マップしていく。そうするとこの末端が現れない領域がフットプリントとして現れてくるということになります。でこれをゲノム全体についてやっちゃって、そして表示しようというのがこのやり方です。これはストマトヤノポロフという人がやってるんですけども、彼らのこれ一番最初の論文で酵母のゲノムに対してこの手法を適用したやつです。で100キロぐらいのこういう領域があって、まあ、DNS1 で切れたとこっていうのをこうマップすると、こういうふうにこうハイパーセンシティブに切れているとこっていうのが見えてくるわけですね。でこれを例えばこう拡大していくんですね。そうするとこのハイパーセンシティブの中にもいろいろ山と谷があって、さらに細かく見ていくとこういうふうにこういう切れないとこがこう見えてくるわけですね。でこれもまさにこういう転写因子の結合部位ということになります。ですからこのレゾリューションまで降りてくると、ゲノムの DNA の軸に沿って何かそこについてるぞ、 DNS のアクセスを邪魔するものがくっついてるぞっていうことがだーっともう分かっていくわけです。でそこにコンセンサスシークエンスみたいなものが見つかると、まあ、解釈として、まあ、ここには RAP1 という転写因子が、ここには REV1 という転写因子が、ここにはそれらが重なってくっついてるぞとか、そういうふうに解釈をしていくことができるわけです。ですからまさにゲノムの軸に沿ってどこに何がついていそうだということをですね、読み取ることが可能になってきています。でこの論文は去年出た論文で、まあ、公募での実験ですけども、まあ、先日来日した、彼 の、 話を聞くと、もうほとんどの人の細胞についてこういうデータを、取っちゃってるんですね。ですから、まあ、いろんな組織あるいはいろんな文化段階の細胞においてゲノムに沿ってどこに何がついている、何がついているかは分からないけど何かがついている、まあ、そういうデータが取られてきているようです。まあ、もちろん細胞の状態を変えるとか刺激を与えるとか、まあ、言い出すとまあキリはないんですけども、まあ、かなりそのリファレンス的なですね、こういう転写因子の結合状態というものはもうすでに米国でかなり取られていると考えた方が良さそうです。それからヌクレオソームの位置、まあ、これはもう昔から全然変わらないんですけど、マイクロコッカルヌクレアーゼで切ってですね、こういうモノヌクレオソームぐらいまでにしてしまう。で昔はこれを回収してマイクロアレにかけてたわけですけども、まあ、このマイクロアレにかけないでこの切れ残ったところをですねシークエンスしてマップをしましょうということになります。で、まあ、これはあのどっかのレビューから取ってきたやつですけども、切れ残ったところの配列を決めてやると。で、まあ、短いあのリードの短いシークエンサーですと、まあ、こういうふうに短い端っこが見えてくるわけですが、例えば454なんかですと、まあ、ヌクレオソーム大体147ベースとか言いますから、まあ、フルに読めるわけですね。どこからどこまでというのが分かる。で、まあ、こういったデータを集めていくことによってどこにヌクレオソームが乗っかっているかっていうのをきれいに見て取ることができます。まあ、そうすると、まあ、非常にですねきちんとここにフェイズドって書いてありますけども、ヌクレオソームがきっちりきっちり乗っかっているような部分もあるし、少しそれがファジーになっているところもあるし、あるいは状況が変わるにつれてその様子が変わってくる、まあ、そういったところがですね、まあ、見て取れるようになってきつつあります。それからこれは少しクロマチンの構造をもう少しダイレクトに見るというか、オープンなクロマチン構造の部分を見ましょうというやり方です。これちょっと面白いんですけども、まあ、フォルマルデヒドでですね、クロスリンクをするんですね。そうしておいて、まあ、少しシェアリングして、でフェノールクロロホルムでですねエクストラクションする、なんかまあごく当たり前のことなんですけれども、まあ、そうするとタンパクとクロスリンクされていると、これフェノール層の方に行くんですね。ところがこの裸の DNA は水槽に行くわけですよ。ですからこの水槽に来た部分っていうのはこういうヌクレオソームや何かからフリーになっていると、比較的オープンなクロマチンであるということが分かるんですね。
でこういったやり方で、まあ、この手法が出てきた時も、まあ、最初はこういうふうにですね、なんかチップにかけてるんですけども、これも今では、まあ、ネクストジェネレーションのシークエンサーにかけるという形で、いわゆるそのオープンなクロマチン、あるいはレギュラトリーな領域というものを見て取ることができるということになってきています。であとはその核内の配置を調べるということで、あのハイシーと言われるような技術ができてきています。まあ、これも同じようにこうクロスリンクをしてあげて、さらに制限酵素で切ると、まあ、そうすると元来は別々の DNA 分子なんだけども、近くに来ているやつがタンパクを介して近くに来ていると、この間でライゲーションを起こすことがあるわけですね。でこういう状態の部分を取り出してきて配列を決めてあげると、染色体の何番のこの位置と別の染色体のこの位置が核内では近くに存在していますよとか、まあ、そういったことをまあ推定することができる。でこういった技術も開発をされてきています。でこういったさまざまなですね、次世代シークエンサーを使う技術が非常に伸びてくることによって、まあ、先ほど言いましたようにヌクレオソームの配置であったり、まあ、ヒストンの位置であったり、もっとクロマチンの構造、さらにはこの核内の配置といったようなところまで、だんだん読み解くことが可能になってきつつあるということになります。でもこのあたり少し一般的なお話をしましたけれども、この後半では少しこの DNA のメチル化のお話をします。でこれは実際に私たちの研究室でやっている仕事をちょっと紹介しながらですね、この DNA のメチル化のお話を少ししてみたいと思います。で、まあ、僕たちがなんでこんなことをやっているかというお話を少しします。で、まあ、これをやると今までには分からない、どういうことが分かるのかというお話をして、まあ、さらに、一番最新のところでいかに高感度に解析をするかというお話をやってみたいと思います。でまず僕たちがですね、なんでこういうミチル化の解析をやっているかというところから始めたいと思います。で我々はですね、まあ、随分前になりますけども、ゲノムのインプリンティングということに興味を持って、まあ、こういうインプリント遺伝子を取り出すということを行いました。でこれ私たちがまだイカ研にいた頃ですけども、もう十何年前になりますが、まあ、こういうインプリント遺伝子を取ってまいりました。でインプリント遺伝子というのは、例えば2つのアレルのうちにどちらか一方の親から受け取った方だけが発現をするという、まあ、そういう変わり者の遺伝子です。で我々が取った遺伝子は父親から受け取ったコピーだけが発現をするという、そういうタイプの遺伝子でした。で、まあ、このインプリンティングとメチル化の関係というのはまあ以前から言われてましたので、まあ、それらの遺伝子のメチル化の状態を調べると、まあ、予想通りなんですが、父親から受け取ったアレルはメチル化を、まあ、プロモーターのあたりが抜かれていますが、母親から来たアレルはこういうふうにメチル化を受けていて、まあ、発現が止まるということが分かりました。まあ、これは非常に当たり前の結果で、まあ、特に目新しいこともないんですが、こういったことをやりながら、アレルによってですね、このメチル化されていない、されているという差があるわけですね。でこういった領域を上手に探せないかなということを、まあ、考えるようになったわけです。で昔からメチル化を調べる非常に簡便な方法として使われていたのがですね、このハパ2PCR という方法なんですね。でハパ2っていうのはこの CCGG というサイトを認識して切る制限酵素ですが、ここがメチル化を受けるとですね、これが切断することができなくなります。ですからゲノム中にこのハパ2サイトをまたいで PCR をかけるようなプライマーを設定しておきます。そしてこの位置がメチル化されているとハパ2で切っても全然切れませんから、 DNA 残ってるので PCR かかってなんかバンドが出てくるんですね。ところがメチル化が免れているとこれ切れちゃって PCR しても何も増えてこないんです。ところがインプリント遺伝子ですと、まあ、片側のアレルがメチル化されている、ですからこっちが残って、まあ、PCR が増えてくる。だからすごく定量的にやればこのバンドの濃さとかが違ってくるかもしれない、まあ、こういう技術があったわけですが、まあ、これ見分けるのが、まあ、ある意味ちょっと面倒くさかったんですね。じゃあこの完璧にこのメチル化の状態を見分けるには何があればいいかということをその当時考えてたんですが、それが要はメチル化されてないと切らない酵素があればいいなということを考えてたんですね。まあ、だけど当時はそんな酵素がなかったんですが、まあ、ある日、まあ、ニューイングランドバイオラブのカタログを見ているとこの MCRBC という酵素が、まあ、コマーシャルにアベラブルになったことを知りました。でこの酵素はまあちょっと非常に変わった酵素で、こういう配列を認識してですね、まあプリン、シトシンみたいな
でこれがメチル化されている。でこれが2つあるとある程度の距離あるとここを切ると言われている酵素です。でこれを使ってあげればですね、メチル化されている方だけ切るわけですね。ですから例えば両方のアレルがメチル化されているとどちらも切れてしまって、ここから何も増えてこない。でメチル化免れていると全然切れませんからガンガン増えてくる。でインプリント遺伝子の場合ですと葉っぱ2の方からはメチル化アレルが増えてきて、MCRBC の方からは非メチル化アレルが増えてくる。どっちからもシグナルが出るわけです。で、まあ、メチル化が中途半端に起こっているとどちらも切れちゃって何も増えてこないということになります。ですから、まあ、少なくともこれを使うと、メチル化アレルと非メチル化アレルが共存している状態、まあ、我々はインプリンティングを期待したんですけども、まあ、そういった状態を簡便にですね、知ることができる。でこういうアッセイを我々作りました。だから調べたいゲノム DNA を取ってきて2つに分ける。1つはハッパー2できる、もう1つは MCRBC できる。なので調べたいところを PCR で増やすんですね。で PCR のアンプリコンの中にこのハッパー2サイトとこの MCRBC のサイトが存在していればこの発生が簡単に成り立つわけです。でやってみると確かにこういうものが見つかってきます。これはもう漫画にしてありますけれども、母親から受け取った方のアレルがメチル化されて父親の方がメチル化を受けてない。でこれはスニップでこれ識別をするわけです。だから人によっては、母親から来た方が T 型のスニップだったりとかするわけですが、まあ、要は必ず母親から受け取った方がメチル化を受けている、まあ、こういったところがですね、我々人の21番染色体を調べましたけど、そういったところからまあ見つかってきました。まあ、これは予想通りで結構なことだったんですね。ところがですね、ちょっと違うパターンが見つかってきます。でこれはこの人は、この部位について C と G のヘテロザイゴートになっています。でこれはハパ2と似たような酵素ですが母1で切っていますので、メチル化された方のアレルが残っています。でそいつをシークエンスするとこの部位は C です。で一方非メチル化アレルをシークエンスしてみると G です。で家系を調べるとこの人はお父さんからこの C のアレルを受け取っていたので、まあ、パターナルなアレルがメチル化される、まあ、そういう場所かなというふうに思ったんですね。ところが2人目を調べてみました。で2人目もやっぱりもちろんそのヘテロザイゴートで調べる。でメチル化されているアレルは C のアレルでした。ところがこのプロジェニーではですね、この家系ではですね、母親から C のアレルを受け取っているんですね。それで結局まあ2,30人調べたんですけど、結論はですね、どちらの親から受け取るかではなくて、ここのスニップが C になっている、いわゆる C アレルが必ずメチル化を受けるということが分かったわけです。ですからこれは配列依存性のアレルスペシフィックメチュレーションということができると思います。で、まあ、実はそういう例というのはですね、奇妙な反復配列を除いてはそれまで報告をされていなかったようで、まあ、あれが2004年に最初に報告をしたわけです。これ漫画にするとこうですね、母親から子用が父親から子用が、要は C 型のスニップ C 型のアレルが必ずメチル化を受けるということです。でこれがですね、最近になってどん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 見つかってきました。2008年にスニップのタイピングアレイを上手に使うとさっきみたいなところを探せるよということをですね、まあ、このグループが言い出したんですね。でそれを真似して、まあ、いろんな人たちがやったこともあって、まあ、こういったものがたくさん見つかってきたんです。でこれは最近書かれたレビューから取ってきたんですけど、まあ人の場合インプリント遺伝子はまあ100弱ぐらいでしょうということになってるんですが、それよりももっと多くですね、スニップとかハプロタイプにディペンドして、こういうふうにメチル化状態が大きく変わる。でさらにそれが発現にも影響を及ぼすようなところが、まあ非常にラフですけども、500遺伝子ぐらいあるんじゃないかというようなことが言われるようになってきました。それともう一つ、僕らが21番染色体を調べていてちょっと不思議だったのが、ランダムにどっちかのアレルがメチル化されているのかもしれないというところが見つかってきたんですね。でこの場合は、メチル化されるアレルを取ってみると A のスニップと C のスニップ両方出てくるんですね。から非メチル化アレルを取ってくるとやっぱり A と C の両方出てくるんですね。だから、半々出てくるんですね。だからランダムにどっちかがメチル化されるのかなと、まあ、そういったことを我々考えたわけです。まあ、ただこの場合は相手が人ということもあって末梢血のサンプルを使っていたので、まあ非常に変な話ですけども、まあ例えばリンパ球ではしっかりメチル化されていて、甲中球ではしっかりメチル化されていません。でなんかたまたま細胞の数が近かったら1対1に見えるかもしれませんということで、まあそこまでは追い詰めることができませんでした。
まあ、いずれにしてもですね、ちょっと調べてみると、まあ、教科書的にはですね、オートソームの上ではインプリント遺伝子があって、これは由来する親の性に依存してメチル化が起こるということが書かれています。ところがそうではなくて、配列に依存して起こるものがあるということが見つかりました。それからランダムにモノアレルがメチル化される可能性がちょっと見えてきたんですね。でランダムなモノアレリックなメチレーションは、女性の X 染色体、そこでは当然起こるんですけども、それがオートソームの上、上染色体上でもあるかもしれないとか、まあ、予想外のことが見つかってきて、これはもうちょっと詳しく広く調べたいなということを私たちは考えていたわけです。でだから我々の興味としては、こういうメチロームの多様性、特にこの配列に依存してアレルスペシフィックなメチル化が起こるというのは、これはどういうことかなというのを考えています。でこれは言い方を変えるとですね、そういうジェネティックな違いがエピジェネティクスを変え制御しているということになるので、そういう観点でも面白いし、まあ、遺伝的な多様性がエピジェネティクスを介して発動しているというふうに見ることもできると思います。まあ、こういったことが、まあ、いろんな影響を与えるだろうなということで、まあ、もちろんその他にも、まあ、系統進化でどうなっているかとか、まあ、もちろんそのいろんなところでメチル化がどう変わるか、まあ、こういったことに興味があって、まあ、メチル化の網羅的な解析をやってみたいということで始めたわけです。でまあ、ちょっと勉強してみると、メチル化を網羅的に解析する手法って本当に原理的には本当に進歩がないんですね。大昔から制限コースのメチル化感受性と依存性を使っている、あるいは5メチルシトシンに対してくっつく抗体とかタンパク質を使う、それからまあ今日お話しするバイサルファイト処理に対する抵抗性、まあ、こういったものを使っていて、原理はですね、本当に何の進歩も見られてない。で検出方法が、まあ、PCR なんかが出てきました、あるいは二次元の電気エドを使いました、まあ、DNA のマイクロアレイが出てきました、そして次世代シーケンサーが出てきましたということで、まあ、このいろんな組み合わせで方法が作られているということになります。で、まあ最近一番よく使われてたのが、まあ、5メチルシトシンに対する抗体とか、あるいはその結合タンパクを使ってメチル化されている領域を、まあ、濃縮してくる、でこれをマイクロアレイにかける、あるいはシーケンサーにかけるという、まあ、ちょっとチップチップとかチップセックに近いような、まあ、こういう手法がよく使われていたわけです。まあ、ただ問題は、例えばこういう DNA の分子がいくつかあって、まあ、メチル化率がこうやって違ったとしますね。で非常に厳しい条件でやると、まあ、しっかりメチル化されているものだけが取れてくる。甘くやると、まあ、もう少しメチル化率が低いものも取れてくる。でもこれシークエンスしちゃったりハイブリダイズさせると、もうこの中の見分けはつかないんですね。だそういった意味ではちょっとあまり定量性がよろしくない。でこのメチル化の程度がですね、低かったり中程度のものっていうのは少し検出しづらいという、そういう問題があるし、どこがメチル化されているかということは、まあ、基本的にはわからない、まあ、そういう問題があります。そこでもう少し高感度な、そして解像度の高い方法が必要になるということで、やっぱりバイサルファイトシーケンシングかなということになってきました。これはそのメチル化解析の、まあ、ある意味ゴールドスタンダードといいますか、切れた、最終的にはこれを使うというやり方なので、まあ、これをですね、腹から使おうじゃないのということで、研究を始めました。でこれバイサルファイト変換の原理をちょっと簡単に書いてあります。でここにあるのは、シトシンですけども、これをバイサルファイトで処理するとここがスルフォン化されて、そしてこれがここのですね、網の木が飛びます。でこれを脱スルフォンすると、ウラシルに変わる、ね、シトシンが、ウラシルに変わるんですね。ところがですね、このシトシンの5の位置がメチル化されているとですね、この反応がこう進みません。ですから5メチルシトシンはシトシンのまま残るということになります。これがそのバイサルファイト変換の原理で、これは岡山大学におられた早津先生という方が見つける、1970年代に見つけられたその化学反応ですね。でこれを使って、DNA のメチル化を調べるということが可能になってきました。でここに書いている配列は、赤で書いているところがメチル化を受けていて、この青のシトシンはメチル化をされていないシトシンです。でこいつをバイサルファイトで処理すると、こういう非メチル化シトシンはウラシルに変わりますね。で5メチルシトシンは5メチルシトシンのまま残るわけですね。で、まあ、これを例えば PCR かけたりするとウラシルはまあチミンに変わります。でこうやって出てきた配列を読んで元の配列とアラインするわけですね。まあ、そうすると T と C のミスマッチがたくさん出てきます。でこのミスマッチは、メチル化を免れているということを意味して、このマッチという赤で書いている部分は、これは要は
命中化を受けているということを意味すると。これによってですね、一塩基解像度で一個一個の等身について命中化されているかされていないかを知ることができるようになってきたわけです。でこれがその命中化の研究の世界でよく使われている手法なんですね。でここでちょっと注意していただきたいのは、バイサルファイト変換して読んだこの配列ですね、これ自体では何の意味もないんですね。オリジナルなサイトとアライメントを取って初めてデータが解釈できて非メチル化とかメチル化ということが分かるわけです。ですからバイサルファイトシークエンスはもう典型的なそのいわゆるリシークエンスというかお手本の配列があってこそ成り立つ、そういうあのいや手法ということになります。で我々はこれをゲノムワイドにやっちゃおうということをまあ考え始めたわけです。でその時問題になるのは、ゲノムワイドにやりますから、まあ、ショットガン方式でやるわけですね。ですからこういう、配列がどん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 出てくるわけです。でこの配列はどこにもない配列で、要はこういう等身が裏周に変わっちゃってるやつですから、これを元のゲノムの配列と正しいところにアラインできてこそこれの意味が出てくるということになります。ですからこの配列をどんどん読み出すのは結構なんだけども、読み出した配列がマッピングできないことには何の役にも立たないというのがバイサルファイトシークエンスということになります。で、まあ、ゲノムワイドにこのバイサルファイトをやろうということで、まあ、一つはデータをたくさん出さないといけないので、まあ、次世代シークエンシング、それが必要だなということをまあ考えました。でメチル化率を求めようとするとできるだけリードに厚みが欲しいですから、出力が高くないと難しい。それともう一つ逆に次世代シークエンシングに僕らが期待したのはサンプリングが偏らないかなということなんですね。というのはバイサルファイトシークエンス、ああやってバイサルファイト変換したやつを大腸菌にクローニングしてでシークエンスするということを、まあ、僕らもやってきましたけども結構偏るんですよね。なかなかそのクローニングされないとかですね、あるいはその表の鎖と裏の鎖のどっちかだけがですねクローニングされるとか、まあ、なかなかトラブルが多いんですけども、次世代シークエンスの場合には大腸菌のお世話にならないので、まあ、そういう大腸菌の好き嫌いにですね振り回されることはないだろうということになります。もう一つ大切なものは正確なマッピングをするバイオインマティクスが必要だなということで、まあ、こういったことを念頭に置いて、まあ、この始めました。で、対象として選んだのはこのニューロスポラーですね。というのはこれを始めた頃にはまだ454の GS20 という一番最初の次世代シーケンサーしかなくて、まあ、出力が今ほど高くなかったのであまりでかいものを相手にしてもしょうがないということで、この39メガベースのゲノムを持つ赤パンカビを相手にしました。で赤パンカビでは、まあ、シトシンの大体 1.5% から 2% がメチル化されるということが言われていて、まあ、これがですねしかもまあ注目されているんですね。でここに挙げているのはニューロスポラーのゲノム配列が決まりましたという2003年の論文ですけども、まあ、こういうアーティクルが出ていると、あのレターとしてですねこういうメチル化コンポーネントを解析しましたという論文がおまけでついているというわけで、まあ、メチル化が一応注目されている生き物ということになります。でなんで注目されているかというお話はこのリップというメカニズムで注目をされています。これは後でお話をいたします。でこれを使ってまあ技術を作り始めました。で、まあ、使ったのはさっき言ったように454のまあシークエンサーということになります。で、まあ、シークエンスするためには読みたい DNA にこういうふうにアダプターというやつを両脇につけなくてはいけません。でそこでまあ僕たちの一番最初に作ったやり方はこれです。まあ、ゲノムを切ってあげてそこにアダプターをつけます。ただつけたアダプターがバイサルファイト処理によって配列が変わっちゃうといけないのであらかじめメチル化されたアダプターというやつをつけてあります。でその後でバイサルファイト処理をする。であと量がちょっと減っちゃいますのでこれをですね増やすわけですが、まあ、PCR で増やすのはあまりよろしくないだろうということで我々はインビトロ転写で、まあ、いっぺん RNA として増幅しました。でそれを逆転写で DNA に戻す、まあ、こういうリニアな増幅をしてシークエンサーにかけるということで一番最初の我々の手法を作ったわけです。でそうするとまあ一応配列が読めるようになりました。で出てくる配列はあの使徒神が消えています。で時々あのゴメチル使徒神として残っている、まあ、4文字の配列が出てくるわけですね。でこれをマッピングするときには、まあ、結局ですね、こういうやり方を使っています。残っていた使徒神も市民に変えてしまうんですね。だからもう完璧に3文字にしてしまいます。これを C2T 変換と僕ら呼んでますけども、まあ、C2T 変換をした3文字のリードを作ります。で一方データベースの側でもゲノム上のシトシンを全部市民に変えてしまったゲノムの配列を用意します。でこの場合裏の配列と表の配列で、
相補性が崩れて非対称になるので、全然顔つきの違う配列が出てきますので、例えば39メガのゲノムであれば78メガの配列を用意して、そして、この3文字の間でホモロジーサーチといいますか、例えばブラストなんかをかけます、まあ、そうやってアライメントを作っていきます。でアライメントするとあとちょっとそれをリファインした後でこういうふうに C から T に変換したやつを元に戻すわけですね。そうするとゲノムの側がこういうふうに戻って、このクエリの側がこういうふうに戻ると、そうすると C と T のミスマッチが出てくる。これはメチル化を免れてました。でこれはマッチしているのでメチル化していましたというふうに呼び出すわけです。ですから実験データとしては4文字あるんですけども、まずアライメントするときは3文字の世界でまずアライメントします。その後でもう一遍変換 C と T 変換を戻すことによって、最終的には ATGCプラス5メチルシトシンということで、5文字の配列というものを読み出すことができるというのがこれのやり方です。で、こうやってマッピングということをやっていきました。でこれはそれをビジュアライズしているところで、これも森下先生のところで作られた UT ゲノムブラウザのシステムで見せています。さっきの cDNA と同じあれですけども、こういうふうに塩基配列があって、例えばリピートとか遺伝子がある。でこのあたりにですね、5メチルシトシンの量がマッピングされています。で、この下のあたりにたくさんクローンがあるんですけども、そこをクリックしてもらうと、こんな感じでデータが見えて、色が違うのはワトソン差とクリック差です。で縦の棒はシトシンの位置を意味していて、青で塗ってあるのは、メチル化されていませんでした。でこのあたりは全くメチル化を受けていません。でちょっと違う領域を見てあげると、今度は、棒が赤く塗ってあるのが分かると思います。でこの赤いとこっていうのはみんなメチル化を受けていると。で、こういうリードが何本もありますので、それからメチル化率を計算したのがここということになります。でこういった形でだんだんとそのメチロームというものを一塩基解像度で見ることができるようになってきました。じゃあ、このデータはどれぐらい正しいのかということで、少しバリデーションを行ったのがこのスライドです。でそのゲノムの中から適当な領域を抜き出して、コンベンショナルな方法でこの領域にマットを絞って、バイアスアルファイトシークエンスをやってメチル化率を算出したのがこのグラフです。で一方 BSS ショットガンのリードの中からこの辺りに落っこちたやつを集めてきて、そこから逆に推定したメチル化のパターンがこれです。で似てるなということが分かります。それから先ほども出てきたハパ2みたいなですね、メチル化感受性の制限酵素部位を選んできます。そしてその制限酵素で切る前と切った後とで PCR をします。それをいわゆる定量 PCR で行う。そうするとメチル化率を計算することができます。でこうやって制限酵素を利用して、制限酵素と定量 PCR で算出したメチル化率、それからショットガンのリードから再構築して推定したメチル化率というのも良い相関を示すということが分かってきましたので、我々の方法はそれなりに定量性があるなということが分かってきました。でそこでこのデータを使って少し解析をやりました。で赤パンカビではメチル化が注目されている。でその理由はこのリップというメカニズムだというお話をしました。これはですね、赤パンカビとかあるいはその近縁の菌類に知られている、ゲノムの防御システムです。でこれはどういうシステムかというとですね、どうも赤パンカビはゲノムの中にですね、同じ配列が繰り返しているとこいつを多分トランスポソンだと解釈してるんだと思うんですけども、そいつに対してですね、非常にヘビーなミュータジェネシスを書きます。これは接合して原数分裂、すなわち次の世代に行くときにですね、こういう似た配列がゲノム中に2つあると、そこに向かってどん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 変異を入れるんですね。入れる変異は C から T へのトランジションの変異を入れます。でその結果この2つの配列は随分顔つきが変わってしまうんですけども、このメカニズムを使うことによって、どうもゲノム中で複数あるというのは、これアクティブなトランスポゾンだというふうに彼らは考えるらしくて、次の世代にはそれを絶対に伝えないぞ、エピジェネティクスで抑えるとかそんな甘いことじゃなくて、こういうふうにどん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 ミューテーションを入れて殺しに行くというのが、このリピートインデュースとポイントミューテーションという非常に強烈なメカニズムです。でこれは非常にそのトランスポゾンを殺す上ではですね、大層強力なメカニズムなんですけど、副作用もあって、ちょっと進化というスケールで考えてもらうと、遺伝子重複によって遺伝子ファミリーを作っていくと。
遺伝子重複による進化ということがよく言われるわけですが、遺伝子重複しちゃうと次のこの世代に行くときにまたリップで攻撃して潰しちゃうんですね。したがってどうもこの遺伝子重複による進化というやり方をこの生き物はもう諦めているようです。実際にニューロスプラのゲノムが決まった時の一つの大きな特徴は、いわゆるそのジーンファミリーというのはあんまないんですね。非常に歴史の古いジーンファミリーはあるんだけども、最近できたそのパラログっていうのはほんまにないんです、ね、それはおそらくこのトランスポゾンを潰すためにこういうメカニズムを獲得してきてしまったことの、まあ、ある意味代償だろうと思いますけども、こういったことが知られています。でこのどん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  C から T へのトランジションを入れていくので、このメカニズムが働いたところは塩基組成がすごく偏ってくるんですね。で偏ってきた塩基組成を利用してこの領域を検出するためのリップインデックスというのが、まあ、この業界ではですね作られています。で、まあ、その式はここに書いてありますけども、例えばこういう形で計算されるスコアが0を超えたらですね、リップが働いたというふうに判定をするということがこの業界では行われているようです。でそこでゲノムに沿ってこのリップインデックスというのを計算させたのがこのトラックです。でこういうふうに、この0を超えた領域というのがそのリップ領域ということで、このピンク色に色を塗っています。で一方この2番目のトラックというのが、先ほどのメチル化のバイサルファイトショットガンシークエンスで検出したメチルヒトシンの位置ですね。これ見てもらうと分かるように非常によく位置を示しています。で、もう少し細かい解析をしてみると、いわゆるメチル化されていたシークエンスのウィンドウというのは、まあ、91% がリップ領域に入ってくるということが分かってきたんです。だからメチル化は、まあ、主にリップ領域に起こるということが分かりました。で、まあ、実はこのことは前から言われていたことなんですね。で先ほど のサテライトのペーパーっていうのも、要はメチル化されている DNA をメチル化 DNA バインディングプロテインで集めてきて、まあ、あの当時なんですけど50個ぐらいシークエンスしてみたら49個か48個がリップ領域でしたという、そういうお話なんですね。だからまあ非常にスモールスケールの ME ディップセックをやったというのが前のお話なんですけども、まあ、我々の場合はそれをちょっとゲノムワイドにですね、このデータの網羅性を利用してゲノムワイドに、まあ、検証しましたという、そういったことになります。で、まあ、こういったことが分かってくると、じゃあリップ領域にメチル化が起こる、じゃあリップインデックスというものとメチル化にメチル化率に何か相関があるのかなというふうになります。で我々のデータはまあ定量的なので、このメチル化率のデータを信用してリップインデックスとの間でプロットを取ってみるとこんなふうになります。で横軸がそのリップのインデックスです。でリップのインデックスが高ければ高いほどメチル化率が高くなるかなと思ったんですね。そうするとなんかこんな分布になるはずなんですけども、やってみるとそうじゃないんですね。なんかあんまりこう変わらずもうまっすぐ立っちゃってるということになりました。ということで、でもリップインデックスというのはメチル化率っていうのをまあ予測してくれない、相関しないということが分かったわけです。でこれはですね、まあ、データが定量的なのでこういうことが言える。で、まあ、新しい問題としては、じゃあ何がこのメチル化率の高い低いを決めてるんだろうという、まあ、新しい問題が出てくるわけです。でそこで今度私たちは、我々のデータは一塩基解像度なので、その解像度の高さを利用した解析をやっていきます。でこれはその大学院生の大力君という人がやってくれたんですけども、まあ、彼はシトシンをですね、大きく分けて3つのグループに分けてました。1つはあんまりメチル化を受けないシトシン残機で、中くらいメチル化を受けるシトシン残機、それから非常によくメチル化されるシトシン残機、この3つのグループに分けていろんな解析をやったんですけども、彼が最初に気がついたのは、5ダッシュ側がですねピリミジンになる確率っていうのがこのメチル化率と、まあ、良い相関を示すということに気がついたわけです。でこれ周辺のメチル化の影響も受けるかなということで、彼はもうちょっと解析を細かくやって、まずですねゲノム全体っていうかシトシンを周辺のメチル化率で大きく3つのグループに分ける。でその中で、それぞれのシトシンのメチル化率を、まあ、見ていくわけです。ちょっとややこしいので、例えばここを見てもらうと、これは周辺の平均メチル化率が 70% から 100%、 非常にメチル化が高い領域の中であるにもかかわらず、そのシトシンはあまりメチル化を受けてないんですね。だから周りすごいメチル化されてるんだけど、ここを保ってメチル化されないでいるシトシンですね。でそういうシトシンだと隣はほとんどがプリンなんです。ピリミジンにはならないということになります。で逆に言うと、ここは周辺のメチル化率が非常に低いんだけども、その中でバリバリメチル化されているシトシンということになります。
いずれにおいてもですね、この右肩上がりというのが、まあ、認められるということが分かってきました。それから、3プライムのネイバーについても彼解析をやると、今度はそこにはプリンが多いということが分かってきて、まあ、一応彼 の、提唱していることは YPCPR というのが、この赤パンカビではですね、まあ、優先的に命中化をされるだろうということを言っています。というわけでこれはその一塩基解像度があって初めて言えることということになります。だから網羅性があって定量性があって高い解像度があると初めてこういったまあメチル化のまあちょっとルールみたいなものを出してくることができるということになります。でこのあたりになってくると今までの MEDIPSEC とかですねそういう方法ではまあ手が出ないということになります。というわけでまあこれは結構有効な方法だなということを我々はまあ実感したわけです。でもちろんこれ他のグループも似たようなことをやっていて、まあ、大体の人は PCR で増やすんですけども、で、まあ、例えばイルミナにかけると、まあ、こういったものが出てきました。で、まあ、その有名な例は一番最初白犬ナズナのメチロームが決められました。でその後、まあ、その同じグループがですね最近人の ES 細胞をやったんですね。でここでちょっとびっくりしたのはいわゆる ES 細胞、哺乳類ではですね基本的に CPG がメチル化を受けると言われていて、白犬ナズナとか赤パンカビみたいなやつは、まあ、どんな人種もメチル化されるんですけども、まあ、哺乳類では基本的には CPG、CG が並んでいるところだけがメチル化を受けると言われていたんですが、どうもですね人の ES 細胞をやってみるとそれ以外のメチル化が結構あるんだということが分かってきたというのが一番びっくりしたところです。で人の ES 細胞をシークエンスしてみるとこの CHG とかですね CHH と言われるようなものが、まあ、結構ゲノムワイドにあるんだということが分かってきた、まあ、これちょっと意外なことだったと思います。まあ、ただこの辺りはいろいろ議論があって、昔はですね CPG しかメチル化されないというのが大体言われていたのでノン CPG すなわち CG という並びじゃなくてCHG みたいな並びでバイサルファイト処理したところにシトシンが残ってたらそれはバイサルファイト変化の方が甘いんじゃないっていうか、まあそういう解釈をしてたんですね。で ES 細胞なんて昔多分みんないろんな人がやってて本当にこんなにノン CPG があったら気づいててもよかりそうなものなのになぜかあんまり今まで大きな声では言われてこなかったところがあったんですけども、まあいろいろ聞いてみるとですねこういう変なやつが残ってたらすなわち CG 以外のメチル化が残ってたらそれはなんかバイサルファイトの効きが悪かったかなみたいな感じでデータから外してたりするそういった人たちもいたようです。というわけでなかなかその人間その思い込みというかパラダイムにとらわれてしまうというのがあって、ゲノムワイドにやってみたら、まあ、無視できないぐらいこのノン CPG が出てきたということになります。で、まあ、もしかするとこれが本当に正しいのかどうか彼らのやり方のバイサルファイトの効きが悪いだけじゃないかという批判もあるかもしれませんが、一応2つのグループがですね人の ES 細胞をやってみたときにノン CPG が非常に多いということを言っているので、あながち大きな間違いではないんだろうなと思います。ただマウスではあんまりそういうことが言われてなくて、そこをちょっと不思議だなと思っているところです。それから、もう一つはですねこの BSS を使って実はいろんな生き物のメチルをも調べたという仕事が最近出ました。これはその系統図ですね、まあ、上の方はまあいわゆる動物そして菌類、まあ、これはオピストコントでこちら側がそのプラントですね植物で、ここにある、彼らだけで10いくつかの生き物の、メチルームを決めています。でこの系統図で面白いのはこの×がついているのはですね DNA の、 メチルトランスフェレースを失ったポイントなんですね。で例えばここに人とそれから、これフグですか、それからホヤがありますね。でここに線虫がいるんですけども線虫は全然メチル化ないんですね。でこれ昆虫なんですね。で昆虫も昔ドロソフィラにメチル化ないないって言われてたんですけども、解雇が決まった時になんかメチレスがあるな。でミツバチではしっかりメチル化があってそれが働きバチと女王バチ、あれを分けるところに効いてるとかそういう話まで出てきています。でまあ、いろんなゲノムが決まってきてこの系統図を書いてみると、まあ、進化のいろんな系統でメチレスっていうのがポコ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 落ちちゃってるなというのが分かってきました。で、まあ、残っているところについてですねそのゲノムワイドにメチル化の状態を調べたというのが、まあ、この仕事です。そうすると結構面白くて、これはもうちょっと植物の例だけお見せしますけども、これは稲ですね。
でちょうどここからここまでが遺伝子で、遺伝子の5プライム側から1キロ2キロ3キロ、これは3プライム側から1キロ2キロ3キロ、全遺伝子の平均ですね。そうすると遺伝子のボディっていうのは CPG のメチレーションを非常に受けている。で、プロモーターのところと終わりの部分というのはメチル化を免れているという様子が見えています。で、このお隣にあるのは何かというとリピートなんですね。この0からこっちに入るとリピートに入る、でリピートに入るとこの CHG とか CG のメチレーションが上がっていくと、まあこういうパターンが見えてくるんです。で、このジーンボディのメチレーションによるとですね、ここに、遺伝子の発現レベルでこう違うグラフが書いてあって、面白いことに、まあ、遺伝子の発現レベルがめちゃめちゃ高い遺伝子、めちゃめちゃ低い遺伝子、どちらもですね、このジーンボディのメチレーションはやや低めになるんですね。で、ジーンボディのメチレーションが一番高くなるのは遺伝子発現のレベルがちょうど中くらいの遺伝子とか、なんかそういう面白い現象というのが見えてきています。で、これは、マンマルのゲノムとかそのアラビドプシスのゲノムとかでも言われていることなんですが、同じ植物でもですね、こういう連中ですね、日本語で言うとイヌカタヒバとか、まあ、ヒメツリガネゴケとか、こういったやつを調べてみるとこうもう一目瞭然ですが、ジーンボディのメチレーションは全然ないんですよね。ということで、同じそのここですね、イネと、まあ、先ほどのイヌカタヒバとかそのヒメツリガネゴケ、まあ、この辺りでもですね、全然このメチル化のパターンが変わっているというようなことも見えてきています。まあ、この辺りは調べてみると面白いなと思っていたんですけど、なんかあっさりもうアメリカにやられてしまったなと我々はちょっとがっかりしてますけども、まあ、こういう面白いことが分かってきています。で、ここでは、まあ、反復配列トランスポーズもみんなメチル化されていますが、まあ、例えばですね、この辺りの昆虫なんかになってくるとトランスポーズが逆にメチル化をされていなかったりするんですね。あるいはホヤでもそうなんですけども、まあ、そういうですね、なんとなく今までメチル化の研究って哺乳類か白犬ナズナか赤パンカビなんですよ。なんか必ずトランスポゾンってメチル化するなと思ってたんですけども、もうちょっと広い目で見るとそうでもないということが見えてきていて、非常にいろんな意味で面白いなというふうに考えています。ということで、まあ、このバイサルファイトのシークエンスをやることによって、まあ、いろんなことが分かってきたんですけども、まだまだちょっと問題があるぞという話をします。というのは、今まで使われている方法っていうのは大体数マイクログラムぐらいの DNA が必要になるんですね。で、そうすると実は、まあ、医学生物学的に興味深いサンプルではこの数マイクログラムを取るのは結構大変なことも少なくはありません。例えば非常に初期肺でありますとか、非常に特殊な組織であるとか、あるいは非常に早い時期のがん、まあ、そういったやつはですね、なかなか量が取れないんですね。で、量が取れないとどうしてもどん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 グローバルにこう増幅するんですね。 PCR ガンガンかけるんですけども、一番怖いのはこのメチル化されていたものとメチル化されていなかったもの、これバイサルファイト処理してますから配列変わってますよね。配列が変わっているものの間で PCR どんどんかけるんですね。その2つが同じ効率で増えてくれれば、まあ、一番最初の例えばこの1対1という比率は守られるわけですけども、配列も変わっちゃってるわけですから、この両者にすごい差がつく可能性があるんですね。そうなるとメチル化術の推定が不正確になる危険性が高まってきます。で、非常に興味深い微量なサンプルをやるとグローバル増幅を重ねに重ねるということになってきますので、どんどん不正確になってくる危険性が高まるということになります。で、ここをどうにかしたいなということを私たちは考えてきました。で、バイサルファイトでやると DNA が減る減るとみんな言うんですね。で、これはほんまかなやとということを試したのはこれで、まあ、最近はいろんなバイサルファイト処理をするキットが出てきています。今会社の名前は隠してますけども、確かにちょっと古いキットはですね、結構減るんですね。だけど最近のやつはですね、大体半分ぐらいは、半分近くは残るなっていうのが我々の印象です。で、量はですね、そんなにめちゃくちゃは減っちゃわないよっていう。で、問題はそれよりも質なんじゃないかなということを考え出しました。そこでもっちゃめちゃ単純な実験です。サイズスタンダードをバイサルファイト処理して電気エイドをしてみますという実験なんですね。で、まあ、この2つのサイズスタンダードをバイサルファイト処理して流すと、まあ、こんな感じになって、まあ、量も減るんですが、このスメアの部分も含めて蛍光色素を使って定量すると、まあ、さっきと同じようにですね、まあ、4割ぐらいは残ってるんですよ。じゃあですね、何が悪いのかということなんですけども、 DNA としてはそれなりに量がある。ところが次世代シークエンサーで読まれるためには右と左にアダプターがきちんとついてないとダメなんですね。だからいわばここで見ると最初からこういうふうにバンドになってますよね。
バンドになってるやつしかシークエンスの対象にならないわけです。だからここら辺にあるスメアっていうのはもうシークエンスの対象にならない。つまり、バイサルファイト処理によって DNA は残ってるんだけども、シークエンスの鋳型としてはもう働かなくなってるところです。それをちょっと漫画にしたのがこれですけども、まあ、ゲノムの DNA があると、次世代シークエンスやる人はなんかほとんどですね、あまり大脳皮質は使わずにですね、反射のようにこれアダプターをつけてしまいます。それからバイサルファイト処理をします。そうするとこうやって DNA 切れるわけですね。あ、減ったなって PCR するんですね。まあ、生き残った人は増えてきますけど、死んだ人は決して生き返りませんから、どん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 偏るということになります。これはやっぱりあんま賢くないよというので、我々は先にバイサルファイト処理しましょうか。先にバイサルファイト処理して後からアダプターつけたら、これ以降はもう失うとこないので、あんまり偏らなくなるでしょう。まあ、そういう単純なことを考えました。だから、バイサルファイトした後にアダプターをつけるということで、なんかポストバイサルファイトアダプタータギングとか呼んでますが、こっちの方が賢いんじゃないのということを我々は訴えています。でこれを実現するためにめちゃめちゃ簡単なランダムプライマーを今使っています。で、ゲノム DNA をバイサルファイトで処理して、シークエンスアダプターの尻尾にですね、このランダムな配列をつけます。 NNN をつけます。そして酵素でこれをピューッと伸ばしてやるんですね。 cDNA を作るのと一緒ですよ。ファーストストランドを作る。でアダプターにはビオチンをつけているので、これをビーズの上に回収します。そして反対側のアダプターで全く同じことをします。これを引っ張らしてきたら、これがもうシークエンスの鋳型になるわけですね。でここでやってみました。で昔のやり方でやると、まあ、なんとなくこんな感じだったんですけども、新しい今のやり方でやると非常に均一に取れてくるということが分かったわけです。でしかもこの実験の時には、昔の我々のプロトコルでもこれぐらいの DNA を使ってましたけども、その10分の1しか使えませんでした。でしかも PCR とか IVT というのを丸切り使ってないんですね。ですから、まあ従来法あるいは現行法の10分の1の量からでもできる、しかも PCR なしでできるということが分かりました。でこれはいいなということなんですけども、まだまだちょっと余裕があるなということが分かったので、出発材料をもっともっと減らそうということを実験してみました。でこれは大学院生の榎本君というのがやってくれたんですけども、1マイクログラムから1ナノグラムに向かってどんどん減らしてみて、まあ、今のやり方で鋳型を作る。できた鋳型を、定量してみて、その量収率を計算してみると、実はどこから始めても大体収率は一緒ということが分かってきました。で、まあ、1ナノグラムでは何もできないだろうなと思ってたんですけど、まあ、鋳型ができたので、まあ、とりあえず読んでみるかと言って読んでみました。そうすると大体1マイクログラムから作ったのと同等の品質のデータが出てくることが分かりました。したがってマイクログラムであろうとナノグラムであろうと、同等の品質の鋳型を作ることが今の方法で可能だということが分かってきたわけです。ですから1ナノグラムからでもですね、 PCR なんか使わないでバイサルファイトのシークエンスを決めることができるということが分かったわけです。そうすると非常に集めるのが難しい資料もですね、解析できるなということになりました。でそこでちょっと我々自身人の21番染色体をやっていて、21番染色体の解析をやっていました。でこのためにですね、セルソーターを使って21番染色体をこう分け集めてもらってたんですね。でこれをちょっと昔のプロトコルで使い切ってたんですけども、チューブを見るとまだちょこっと残ってたんですね、10ナノグラムぐらい残ってたので、これを使って今の方法でやってみました。そうするとちゃんと鋳型ができて、ちゃんとデータを出すことができました。でこれはその、ブラウザですけども、こういう形でたくさんのリードが21番染色体に貼り付いています。で、僕らが前見つけてたことをですね、ちょっと確かめてみようということで、インプリンティングしているようなとこっていうのをちょっと調べてみました。でこれはその位置で、この青とかピンクっていうのがですね、そのリードが、こういうふうにたくさんあります。でこれ、このアラインメントをですね、ちょっと取り出してみたのが次のスライドなんですけど、このアラインメントで青く塗ってあるところは CG のところが全部 TG に変わってますね。でこちら側のリードはみんな CG が TG に変わっています。で一方こっちのリードはこっちで塗ったのと同じところだけ色をつけてますけども、全部 CG が CG のままなんですね。だからこっちは完璧にメチル化を免れてて、こっちは完璧にメチル化をされているということで、確かに我々が見つけていたインプリント部位ではちゃんと非メチルカレルとメチルカレルの両方が存在しているということがこれで確かめることができました。それからもう一つちょっと気になっていたランダムなモノアレリックメチュレーションの部位を見てみました。
で、これ先ほどもお話ししましたけども、この CPG アイランドではですね、メチルカーレル、そちらにはパターナルとマターナル、非メチルカーレル、パターナルとマターナル、両方出てくるんですね。で、まあ、こういうランダムなモノアレリックなメチレーションかもしれませんけども、まあ、セルタイプによる違いかもしれないとお話をしました。けれども、21番の染色体を集めるときには実はあれはリンパ球しか使いませんので、細胞種としてはもうリンパ球だけになっていますので、その状態で両方のメチルカーレルと非メチルカーレルが取れるのか、あるいはリンパ球からはどっちかメチルカーレルしか取れない、あるいは非メチルカーレルしか取れないというその状況になるのかということを、まあ、テストをしてみたわけです。でこれがその問題の部位なんですけども、ちょっとこれちっちゃくて見えないかもしれませんが、ここにアライメントがあって、あの T っていうのが並んでいます。これは C が T に変わっているということで、結局シトシンが全 M チミンに変わっている。だからこれは完璧にメチル化免れているんですね。ところが、別のリードを見てみると、今度は、たくさんあの C が現れてきます。でどういうことかというと、 CG のところは必ず CG のまま残っているんですね。ということはこれはメチル化を受けているということになります。ですから、リンパ球という単一の細胞種を使ってもメチルカレルと非メチルカレルがあったので、まあ、おそらくこの単純なですね、細胞の特異的なメチル化パターンというよりは、まあ、むしろこちらを支持する結果かなということがまあ分かってきました。ということで、あのかなり今までではちょっと考えられないぐらい少ない量の DNA からでもですね、まあ、解析をできることが分かってきたということになります。でまあ、我々はもともとこれ454でやってたんですけども、まあ、これをちょっといろいろ改良を加えまして、あのイルミナでもあのできるようになってきています。でこれは、白犬ナズナのデータですけども、例えば、これは、まあ、イルミナで読んだ時のデータで、これはイルミナで読んだ時でもちょっと PCR で増やしたやつですね。でそれから一番下にあるのが454ということで、まあ、大体ですね、あのどれで読んでも読めるようになってきて、まあ、イルミナは非常にたくさんのリードを出せますので、これを使うとですね、まあ、大きめのゲノムでもだんだんカバーできるようになるだろうというふうに考えています。ということで、まあ、我々はですね、まあ、比較的あの少量の DNA から、まあ、おそらく世の中がマイクログラム使っているときに対して我々は多分ナノグラムでできますが、まあ、ナノグラムからしかも PCR なんかを使わずにあのやれますので、あの微量なサンプルを正確に解析したいときにはですね、まあ、ぜひ我々とご相談いただけると良いかなというふうに思っています。で、まあ、感度、それから網羅性、分解の正確性、まあ、こういったものがですね、まあ、我々はあの一応確保した技術を作ることができただろうと思っています。まあ、ただこうやってメチロームの解析をやっているわけですけども、まあ、第二世代のシーケンサーを使っているとどうしても今はバイサルファイトを使うんですね。で、まあ、我々散々バイサルファイトやっていますけども、決してバイサルファイトが好きなわけじゃなくて、早く世の中からバイサルファイトが消えてくれないかなと思ってます。というのはバイサルファイト変換は原理的にはですね、化学反応の速度の違いを利用しているんですね。だから5メチルシトシンはシトシンのまま残りますと私言いましたけども、これは正確ではなくて、5メチルシトシンは変換する速度が遅いですなんですね。だからシトシンを完璧にチミンに変えようと思ってバイサルファイト処理をガン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 やってると、5メチルシトシンもだんだんウラシルかメチル化されるかもろチミンになるんですけども、チミンに変わっていくんですね。というわけで、原理的にバイサルファイトにはそういう限界があるんですね。だからこのバイサルファイトを用いない、それとは違うなんか変換みたいなものを誰か考え出してくれると嬉しいなというふうに思っています。で、まあ、バイサルファイトはまあ日本でできた反応なので、愛用したいところではあるんですけど、ちょっとそういう本質的なあの欠点があります。それともうちょっと問題になってくるのはですね、第三世代のシークエンサーがどうもそういう、就職塩基をですね、直接検出できるということをまあ訴えているわけです。で、ここのスライドに示しているのは、オックスフォードナノポア、いわゆるナノポアシークエンサーですね。エクソヌクレアーゼがかじり取った、塩基がですね、ちっちゃな穴に落ちていく、その時のまあ電気抵抗の変化みたいなものを検出するタイプのシークエンサーですが、これが、去年のネイチャーナノテクノロジーかなんかに出しているデータです。で、まあ、それぞれの塩基が通る時にですね、こういうあのポアカレントっていうのが流れるらしいんですね。で、まあ、これ、これが4塩基なんですけども、ここにですね5メチルシトシンがあります。だからメチル化されたシトシンはこういう感じで他のものとまあ分別することが可能ですというわけですね。であと最近パックバイオがまあ一応あのこういう塩基をですね、あの検出できるという論文を出しました。だパックバイオの場合はあの
N6 のアデニンはかなりきれいに分かれてますけれども、ゴメチルシトシンはまだちょっと厳しいかなという感じがしないでもないですが、こういうものがどんどん出てきていますので、まあ、将来的にはですね、こういう直接検出みたいなものが主流になってくる可能性も高いというふうに思います。だから理想のメチローム解析としては、まあ、こういったものを、まあ、生で見れるということだろうなと思います。で、今日はそのメチル化といってもゴメチルシトシンの話をしましたけども、多分その N6 アデニンのメチル化ということもありますし、ゴメチルシトシンに関係して最近、ハイドロキシメチルシトシンというものが見つかってきました。で、そういったものも、実はこの第三世代を使うと、まあ、見分けることがですね、まあ、原理的に可能、まあ、実際にある程度可能だということが分かってきていますので、まあ、そうするとシトシンのメチル化だけに限らずですね、ありとあらゆるその塩基の修飾とか、あるいは傷んだ塩基とかですね、そういったものも同時に取れるような時代がやってくるかもしれません。というわけで、メチローム解析というのも、まあ、今でこそ、まあ、NGS でやってますけども、第三世代のシーケンサーが出てくるとまた変わってきてしまう可能性が高いなというふうに考えています。ということで、まあ、今日はちょっとトランスクリプトームとそれからエピゲノムのお話をしてきました。で、まあ、我々のやっていることを中心に紹介させてもらいましたけれども、次世代シークエンシング多分いろんなところに応用ができるので、新しい発想でやっていかないとまずいだろうなと思います。で、おそらくですね、トランスクリプトームとかエピゲノムとかいうのはもうみんなやるんですよね。だからまだ見られていないバツバツを誰もまだ見たことがない、そういったところをですね、次世代シーケンサーを使ってうまく見るということを考えていく必要があるだろうなと思います。まあ、多分いろんな人がいろんなアイデアを持っていると思いますが、まあ、私もアイデアがあるので当然そこでは喋りませんけれども、皆さんもいろんなことを考えてみると面白いだろうなと思います。で、素直にですね、トランスクリプトームとかエピゲノムとかでそのパワーの勝負になると、まあ、この人たちには多分かなわないんですね。ベイジンジェノミクスみたいなところではシークエンサーの数も違いますし、働いている人の数も違いますから、真正面からやるとなかなか大変だろうと思います。ですから、少し頭を、切り替える必要があるだろうなと思います。まあ、スインクビッグというのはこれは確かなんですけども、ただただビッグに考えているとですね、負けるので、多少賢く、あるいは賢く大きく考えるというところに、我々は活路を見出すしかないんじゃないかなと思います。だから多分ただビッグに考えているんだったら、多分東大なんかにいないで BGI に行った方がよっぽど楽しいだろうと思います。ですから、まあ、BGI に行かないんだったら多少考え方を変えた方がよろしいかなというのが素直なところです。で、ぜひですね、皆さんの中からこういうトランスクリプトームとかエピゲノムとかメタゲノムとか、その手垢のついた丸々オームじゃなくてですね、誰も考えていなかったようなところを調べるみたいな、そういうユニークなアイデアが出てきてくれると嬉しいなというふうに思います。ということで、まあ、いろんな可能性のある技術だと思いますので、これをぜひですね、まあ、いろんなところに活かせてもらえれば、きっと楽しいことになるだろう。まあ、そういうことを考えるきっかけにこの GCO になると非常に嬉しいなというふうに思っています。ということで、ちょっと早いですけれども、今日の講義はここで終わりたいと思います。